はい、じゃあ今日でくぐり刺しの花ふきん矢羽根さんの27ですね。27。じゃあこれ勢いのから始めました。ここ書きます。今日19日27って書きますね。27つかない、つかないのは正しいんだけどな。はい、こうやってやった日に書こうと思いますね。お前のやつのカレンダーですね。数量限定で、来て買っていただいた方、お店もだし、ネットショップ、数量限定なんで、に配ってるみたいです。よろしくお願いします。じゃあ、さしこちゃんですね。27日目ですね。はい、行きます。今日もちょっとサクッといこうかな。今日もちょっと短いかもしれないけど 短いかもしれないって言った時にあんまり短く終われないんですけど、今日短く終わって、刺し子とこぎん店の作家さんの紹介動画をね、昨日店主がいる時にパッて撮って、まだ紹介してない作家さんがいるので、そういう動画をね、早く上げとかないと、もう刺し子とこぎん店が終わっちゃうから、ちょっと今日もほら、刺し子はね、短くして、できればね、できれば短く終わって、ささっと。で、そっちの動画を、まあ今日は2本とかぐらい上げれるとね、いいかなと思ってます。でですね、コメントの紹介ですね。コメントの、あ、いいね。先にコメントの紹介しましょうかね。昨日は、あれ、昨日の動画にはいただいてないんですが、ちょっと前の針がないやつの動画でもらってますね。さっこさんから来ました。さっこさん、カレンダーに刺し子の記録をつけるのがいいアイディアですね。ほら。ね、早速。私も自分の記録用として、つい最近ツイッターに刺し子用の、刺し子のこと専用のアカウントを作ったところです。記録イコール思い出、てんてんてん、どんどん増えていくといいですよね、ってきてますね。さこさん、ありがとうございます。多分さこさん、僕をね、フォローしてくれた、さこさんっていう登録じゃなかったからあれですけど、まあ僕もフォロー、雑魚さんですよねみたいなね、確認をしなかったんですけどね、多分雑魚さんじゃないかなって思って、なんか記録用のツイッターみたいな感じっぽかったんで、アカウントがですね。で、お前の手とか、さしこちゃんをハッシュタグつけていただいてたんで、雑魚さんですよね、多分ね。ありがとうございます。ちょっと確認をしてないですが、僕もフォローさせていただきました。っていうのをつい最近ね、ツイッター始めたってことですね。いいですね。ちょっと僕もチェックします。チェックして、投稿したら通知っていう。ただあんまツイッターね、そんなにこう見ないっていうかね、いつもこう見てるわけじゃないので、なかなか反応が遅いかもしれないですけど。ありがとうございます、うさこさん、コメント。いいですよね。カレンダーじゃなくても、本当、うさこさんみたいにね、ツイッターとかでもいいと思うんですよね。ツイッターでもいいし、まあ、インスタグラムでされてる方でもいいと思うし、僕はまあ、YouTube でやってるって言えばやってるんですけど、こう、毎回ね、これを、つけたらこれのね、こういうのの宣伝にもなる、これ作ってるよって宣伝にも、宣伝っていうか、まあ、ね、もなるし、まあ、これの活用法の一例としてもなるし、で、いつもこの20、いつもね、分かんなくなるんですよね。今日で矢羽根さんが何日目だったかなと。後半になればなるほど分かんなくなる。最初は分かるんですけど、もうね、後半になればなるほど毎回見てる、その昨日とか前日上げた動画とかの日にちを。で、ほら、今言った、刺し子の作家さんの動画とか上げたりもするから、わかんなくなっちゃうんですよ。だからもう、この一目でね、紙で見れれば、
いいなと思ってカレンダーのやつにつけることにしました。はい、さこさんもね、ツイッターで楽しんでください。ありがとうございます。コメントまた返信してないんで返信しますね。でですね、以上ですね、コメントは以上で、今日は布定曜日です。今日22日ん今日何日違う19だカレンダー19でした。19で次が飛んで22日の土曜日が営業日ですね。の点はですね、時間は22日は10時半から15時ですね。土曜は16時が多いんですけど、今度の22日の土曜日は15時ですね。で、23日は日曜日はお休みということですね。よろしくお願いします。ね、もうわずかですね、刺し子どこ限定もね、ところですよ、ところ動画をね、まだ一応ほぼほぼ全部あと一つかな、あと一つぐらい撮ってなくて、あとはほぼ撮ったんでアップするだけなんですけどね、あんまりこう一日にいっぱいアップしたとこでやっぱね、見ないじゃないですか。みんな忙しいですよ、そんな。だから、一日ちょっとずつ、今週バッと上げ、ちょっとずつ、一日に2本ぐらいずつぐらい上げれればなと思ってます。ね、まあ、この今撮ってるような動画と違って、短いは短いですね。5分あるかないか。5分以上あるのもあるかな。ちょっとあんまり時間配分までは気にせずに撮ってるんですけど、だからサクッと見れるという意味では見れるのかな。まだね、やっぱこう一日にいっぺんにいっぱい出しちゃうと、作家さん一人一人がね、一方がね、薄まるというかね、印象が薄くなっちゃうから、やっぱりね、どの作家さんのもしっかり見ていただきたいので、1日まあ多くても2本かなと思って、今日あげれるかな、2本、まあ1本ないし2本で考えてます。ね、あとは何ですか何ですか、もうそのぐらいですよね。やばいです。でもほら、もう今日もここまでしたら終わろうかなと思って、今日もさしこちゃんも短めにね、いいでしょ、たまにはね。どうです、どのぐらいが見やすいのかな、なんかそれだったら教えてほしいですけどね。最近解析アナリティクスっていう解析を見てると、夜見られている、まあこの間もちょっと今、あ、ちょっと待って、ここで一回刺すとですね、夜見られてるんですよ。あ、夜というか、まあ大体夜見られる出るんだけど、その10時とかぐらい、8時9時以降の時間帯に見られてる率が高いというか、その視聴数が伸びてる気がして、まあお仕事終わってから見られてる方が多いんだろうなと思って、まあ、僕はこれ今ね、朝ですけど、おはようございますって言ってますけど、多分見られてる方はお疲れ様の人が多いんですよね。お疲れ様ですお疲れ様です。どうでしたか今日のお仕事は、頑張ったですかねそれ以上かける言葉が見つからないですがね、探したけれど見つからないんですよ。もうお疲れ様ですね、お仕事大変で、どういう状況かな皆さんね、ご飯食べた後お風呂も入ってね、お酒なんか飲んじゃって寂しくしながら見てくれてんのかな。お疲れ様でしたね。ちょっとこれ今やって、おっと、ほらナイス、いいじゃない、ほらちょっとアップにしたけど、いいじゃないね、
調子がいいんですよ、こういう時ね。こういう日もある。お疲れ様ですね、皆さんね。お酒飲んで差し子するかな。しないね。お酒飲んだらもう差し子しなさそうだよね。もうお酒飲まなくてご飯食べて、自分の時間というか、まあね、寝る前の時間にちょっと見てくださってる人が多いのかな。ね。ちょっと待ってね。だからもう今日はほんとさっきも言ったけど、ここまでですよ。ただこの最後のこのね、引っ張りはやっとかないと、毎回言ってますが。だからね、佐藤さんが中心に近づいてきたって言ってましたけども、ほんと中心に近い、ここ。だからね、1、2、3本で、あと3ラインで中心でしょ。だから、もうね、1回の動画で全部ってなかなかいけないので、まあ半分目処にね、やっていこうかなと思ってます。昨日と今日でほら、1ラインが終わる感じで。やっぱね、1ライン縫うのに、まあ遅いんですけど、30分とかやっぱ30分以上かかるんですよ。もちろんずっと塗ってるだけじゃないですけどね。なんかコメント紹介したり、まあ、よく見ると手が止まってることの方が最近多い気はしてるんですけど、まあそれでもやっぱ時間的にはやっぱ30分ね、かかってるんじゃないかな。だから、一日に、まあ中心付近この辺ですね。この辺はもうちょっと、半分半分ぐらいのペースでいきますよ。ね。まあ、いいんじゃないですかね。今回のこの山根さんは、ゆっくりやるっていう、ゆっくりっていうか、まあこう、何日目標とかっていうのを掲げずにやるっていうスタンスなので、でもほんとこう、まあ、僕もそうですけど、お仕事されてる方ね、お仕事されてて、まあ、趣味で差し子されてる方って30分やったら十分ですよね。みんな忙しいですよね。いろいろやらなきゃいけないこといっぱいある中で、差し子に割ける時間ってどのぐらいなのかな。まあ、お仕事されてない方でもね、家のこととかしてればね、結構なんかたるみが出ないな。結構いい感じの引きなんだろうな。だからそのね、差し子の時間に合わせてみてもらえればいいのかなと思ってます。いいな、いいな。なんか全然引っ張ってるけど全然ないな。たるあんまり引っ張りすぎてもいけないからね。いいんじゃない。あんまりちょっとこうピッピッてしましょうね。ちょっとピッて。ほら、うん、いいんじゃない。で、ほら、もう今13分。おいいぐらいね。理想的。15分台に終わった理想的。よし、じゃあ今日は物足りない。まあそんなことない。いろんな人がいると思うんですけどね。どのぐらいが見やすいかも教えてもらえるといいかもしれないですね。まあ、僕的には最近長いから今日はすごく早く感じるんですけど、昔は15分ぐらい撮ったらね、お腹いっぱいでしたよね、僕はね。ね。で、スッと仕事ができるって感じで。よし、いいな。で、今日はその、まあ、この動画の前にも出すかもしれない。前とか、この動画の後にも出すかもしれないけど、他の、まだ作家さんですね、差し子徒歩限定の作家さんの紹介動画をアップする予定でいます。はい、お、いいな。15分で終わるな。はい、じゃあ今日はちょっと短いですが、ご視聴いただきありがとうございました。お仕事の方お疲れ様でした。また明日頑張ってください。今から仕事します。ご視聴ありがとうございました。